皆さんこんにちは、道楽です。最近80年代から90年代の古着やアメカジの動画ばかりでしたので、今回は久しぶりにカメラ関係の動画でこちらのフィルムカメラをご紹介したいと思います。はい、このカメラ、ミノルタの SRT101 というカメラになるんですけれども、これまでレンズ沼動画で紹介してきた MC6HOLEやMD6HOLE、ニュー MD のレンズなどが使える SR マウントとか、MD マウントと呼ばれる、カメラになります。少しちょっと、話がずれてしまいますが、ミノルタというカメラメーカーの話をしますと、ミノルタは、現在存在しない会社なんですけれども、ソニーのアルファシリーズの元になったと言える会社で、現在の一眼レフやミラーレスカメラのオートフォーカスをですね、世界で初めて実用できるレベルに引き上げた会社だったんですよ。当時はアルファショックと言われ、大手の最大手のニコンやキャノンもその対応に相当苦慮したんです。特にキャノンは他のメーカーよりも長い開発期間を置いて完全電子マウントの EF マウントを完成させて、 AF 化の一番最後からですね、要はもうどんじりから一気にトップに躍り出る作戦に出て現在の成功を収めることになったんですけれども、っていうと今日の今のフルサイズミラーレースの開発競争のようにもそっくりなように思えてくるんですけれども、そのような経緯が今からおよそ40年くらい前、今からおよそ30数年40年弱の前に起こった技術開発のその転機だったわけです。話をミノルタに戻すと、ミノルタはレンズの素材である光学ガラスから作れる、数少ないカメラメーカーでもありました。その後ミノルタはコニカと合併してコニカミノルタとなり、コニカさんも実は日本の、写真事業というか写真業界の元となったものすごく重要な会社なんですけれども、そのコニカさんと合併してコニカミノルタとなって、でその後カメラフォト事業を売却するということになります。でそのカメラフォト事業を買収したのがソニーさんで、現在のアルファシリーズの A マウントと呼ばれる一眼レフ系をミノルタからコニカミノルタ、コニカミノルタからソニーという形で引き継ぐ形になったんですね。その後、現在のフルサイズのミラーレスや APS-C のミラーレスであるアルファシリーズが出てくることになったわけなんですけれども、このアルファっていうシリーズの名前を付けたのも、元はといえばミノルタの世界的に初めての実用的なオートフォーカスを積んだアルファ7000っていうモデルがあるんですけども、そのアルファ7000からずっと引き継がれてきている由緒正しいブランドになります。このカメラ SRT101 に戻しますね。 SRT101 は1966年から7年間製造されたそうです。7年も製造されたそうです。今のカメラと比べて、当時のこのカメラは本当に高級精密機械というふうに言われていましたので、息が長かったんですね。でミノルタのカメラとして初めて開放速攻を搭載しました。でフルメカニカルのカメラになります。で実はこのミノルタ SRT101 も、世界初の機構を取り入れていました。その機構っていうのは現在にも受け継がれているんですけれども、分割速攻という概念ですね。今のカメラには当たり前になっていますけれども、画面の中を複数に分割してそれぞれの光の強さを測ってですね、で適正の露出を算出するっていう仕組みなんですけれども、それを世界に先駆けて初めて搭載したのがこのカメラ SRT101 になります。もちろん現在のようなコンピューターや AI などがない時代ですから、分割といっても
横構図で画面の上と下で空が明るくなるということかららしいんですけれども、現在の技術からしたら、まあ、ものすごく単純な機能なんですけれども、当時はこのカメラの中に露出系が内蔵されてないカメラもたくさんというか、むしろそっちが普通だったぐらいの状態でしたから、露出系を搭載してかつ分割にしているっていうのは画期的な概念だったと思います。当時露出系を搭載しているカメラであっても、中はですね中央部分だけ重点的に測光して測るというものがほとんどでしたので、まあ、このように上下分割で光の強さを測る、その上で露出を決めていくっていう概念そのものが新しかったと思います。その後ですね、技術がどんどん進歩して、コンピューターが、まあ、高度になっていくに従って、ニコン FA というニコンから出てきた、多分割速光、世界初めて多分割速光を搭載したカメラが登場するわけなんですけれども、それにつながっていくわけですね。でその後はどんどん、各社この多分割速光、評価速光と言われる速光方式がどんどん進化していったわけなんですけれども、その礎を作ったのが実はミノルタのこの SRD101 って言われています。ミノルタのカメラは早々に電子シャッター化されて X 何がしっていうなブランドの X シリーズになっていくわけなんですけれども、この SR というブランドがついているものは、機械式になります。この SRT101 スローシャッターの固着などですね、特定のトラブルが発生されるというふうにネットでは、書かれているんですけれども、基本的にはメカ部分の清掃ですね、メカ部分の清掃とかグリースアップなどで修理できる丈夫な作り なのだそうで、電子式のカメラの場合電子部品とか電子基板が供給されなくなるともう修理できなくなってしまうんですけれども、こういった機械式のカメラは清掃と整備で修理できる場合が多いので、古いカメラを長く愛用したいのなら機械式のフィルムカメラを購入されることをお勧めしたいかなと思います。この SRT101 に装着しているレンズはレンズ沼動画でも紹介しました 58mmF1.4 の MC6 コールになります。それにこの純正のフードをつけているわけなんですけど、今こういった純正オプションのこういうフードとかそういったものがなかなか手に入りにくいんですよね。これもなんとか見つけて手に入れてレンズとフード別々になんとか揃えることができたんですけれども、本当に今このフードとかを探すのが大変になっています。ちょっとシャッター音聞いてみましょうか。どうしよう、お聞きいただけましたでしょうか。シャッターをガシャッと切った後にバイーンっていうなんか金属的な響きが残るちょっとチープな感じなんですけれども、まあ、元々ミノルタはその高級カメラ路線ではなくて一般の方向けに行く普及路線でしたので、そういったところの詰めはそんなに詰められてないっていうんですかね、ものではあるんですけれども、それでも滑らかに動きますし、もうこれ何十年も、もう50年も前のカメラですけれども全然問題なく動きますし、これスローもちゃんと問題なく動くんですよ。これ1秒ね、大変丈夫で信頼性の高いカメラになっています。今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はこのミノルタ SRT101 というフルメカニカルのフィルムカメラをご紹介いたしました。またこういったカメラなども時間があれば紹介していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。道楽でした。